写真拡大、全3枚。オープン戦ヤクルト8の3阪神、23日、裏添えキレのある直球が決まっても攻めきれない。まっすぐの感じは悪くなかった。カーブやスライダーでストライクが取れたけど、フォークの精度がすごく悪かった。振らせないと意味がないので、もっと精度を上げていけたら。毎回先頭打者を出す苦しい展開。西、あと高口を3球すべて直球で追い込んだが、最後にカーブを左前に運ばれた。早いカウントで投手有利の状況にしても空振りを狙ったフォークが決まらない。2ストライクを取ってからフォークが決まらない。甘く入れたくないので厳しいところに投げてボールになって、という悪循環になってしまったと反省しきりだった。オフには矢野監督にシーズンの開幕投手を志願した。昨季途中から先発ローテを守り、6勝10敗。その自信を胸にオープン戦の開幕戦に登板したが、ただ指揮官は決め球が決まらへんと指摘しつつも、課題が見つかったからいいじゃん、今日打たれたから開幕ローテにもう外れるわけでもない、まだまだ始まったばかりやからと評価を下げることはしなかった。投げるしかないと思う。次、しっかり取り返せるように自分のピッチングをしたい。変化球の精度を磨いて今一度評価を上げて開幕投手をぐっと手繰り寄せる。折原翔平、再起について阪神福原投手コーチ、いろいろ考えて投げていると思うが、追い込んでから最後決めるところのボールに課題が残った。先発争い、まだまだこれからでしょう。